ってるな、ね、あでももしあれだったら僕もその A ちゃんの足をその場所でそのなんか揉んであげられたら嬉しいなって思うんだけど、大丈夫ですかそれ、それ大丈夫ですか、え何を想像してるんだい、どこを想像してるんだい、え A ちゃん逆に、ま、いやえどこを想像してるんだい、どこで下半身じゃなく、あのどこで僕に揉んでもらいたいなって想像してるのかなって思って、待ってどこで、やっぱ今は事務所にいるから事務所しかちょっと出てこなかったけど、事務所って言うとちょっと良くないなって思ったのから、あ事務所ちょっと事務所に お邪魔するのは申し訳ない、自宅の中でいいの、どこがいいかな、どこで揉むのがいいかな、なんでマニアックな場所出したらちょっとあれですもんね、なんか自宅の中で、いや一番 A ちゃんが揉んでほしい場所でいいんだよ、揉んでほしい場所って、うん、これあれエロ診断みたいなこと、いや違う、そんなことないそんなことない、ちょっとあの A ちゃんのね好みを知りたいなって思って、あどこで揉まれるのがいいか、うんうん、もっと知りたいんだ A ちゃんのこと、まあそうですね、まあ順当に行くならばベッドか布団なのかな、ああ確かに、でもちょっとまだベッドは早いかな、ベッドに行く前にはベッドに行く、私がセクハラしてるみたいなそうだ、あ時間が、本当に断られとるが、あータイムアップに、タイムアップ、何だったんですか、ちょっと気になるな、お風呂って言わせたかったんだ、お風呂か、いや待ってお風呂だと早くないですか確かにもあの僕も言っててそんな気がした、ベッドより早かった、お風呂ですかねって言ったらちょっとなんかねあのそこをまた切り抜かれそうなんです美味しそうな人間がいっぱいいるなぁ。かぁ。